さ、あのふーたんと喋った時にさ、あのハーチマがめっちゃ前から建築してる時、あのハーチマあんま他の建築物興味なさそうって言われて、自分の建築にさ夢中になりすぎてさ、全然周り見れてないこと多すぎるんだよね。だからさ、ハーチマさ、なんか周りに興味ない人みたいな感じでめっちゃ勘違いされやすいんだけど、興味ないっていうよりはね、なんかもうね、なんかもう一点集中が過ぎすぎて、一点集中しすぎて本当に周り見れなくなる。この前ルーナさんのさ、ピアノをさ聞いたらさ、すんげー上手くなっててさ、あ、てかさ上手くなっててね、すんげー上手くてさ、あれあれなんだっけなんだっけ、あ、怒りの日、ルーナさんの怒りの日マジでいい。え、待って、あれ怒りの日じゃないわ、なんだっけな、忘れちゃったけど、でもちょっと適当に釣りすぎたわ、もう雑談が楽しすぎて。よし、すごいね、楽器弾けるのすごいよね。